中年なう、浅川図です。 くだらないもののの工房バーチャルおきつね風宅上部職人のですとちょっと本編行く前にね、うん、この4630万のやつの続報が、<laughs> タイミングいいですね。タイミングいいんですけれど、うん、4299万円余りを確保したっていうことで、うん、なんかこのオンラインカジノの業者の方から結構大きな金額でボーンと返ってきてて、うんうん、でも合計するともう4299万円をもう法的に確保したっていうことで、ね、あっという間に回収ですね。うん で、オンライン課長の側としては、それ以上探られたくないから、<laughs> 速やかに返金に応じたっていうことだよね。<laughs> ちゃんと善意の心があったのか、なんか探られると困ったのか、<laughs> どっちかわかんないですけどね。パチンコみたいな3点方式になってんじゃねえのま、な、どうなってるかね、仕組みわかんないからなんともですけど。まあ 絶対どっかグレーなとこありますよ、ね。きっと <laughs> 一回なんかこう、一ポイントみたいな感じで、あの、あれじゃなカイジの世界のさ、あれみたいな感じになってるんじゃねえのなな。んだっけ、あれ。えっ、ー、と、ガバスか。一回一ガバスに変えてからやってたんかもな。で、そのガバスのまんま隠しておいてったって可能性はあるよね。なるほどね。っていうことでね、まあそんなニュースがね、<い>今日のお昼に入ってきたんですけれど、えー、今回はね、 エヴァンゲリオンのね、アスカの頭部と別のキャラクターを組み合わせて魔改造フィギュアの販売した男性が、はい、まあ、ヤフオクでね、出品してたらしいんですけど、なんと逮捕されたっていうことで、はい。ちょっとね、あの、たくみくんの界隈では、<laughs> あ、これダメなんだっていうのがね、<laughs> そうですね。これね、まあ正直な話、うん。あの、本当俺が専門学校とかの時とか、結構ね、これが主流だった時期があるんですよ。 その魔改造フィギュアっていうのがめちゃくちゃ売れてた時期っていうのがあって、多分ね、二通りぐらいあって、うん、えっと、一個が、その顔が、まあ、例えば今回だったらそのアスカの顔に、体が別物の、例えばだけどグラビアじゃないけど、なんかちょっと水着とかの、まあ、本人がしないような格好の体を組み合わせる、まあ、要はアイコラみたいなもんですからね。はい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 。みたいなやつで作る方法と、もう一個が、えっと、商品買ってきて、それの服を剥がす方法。 あああったね裸にしちゃうやつだそうそうそう。<laughs> 色塗り直しちゃうっていうやつ。っていうのが、結構メジャーな、とのなんつうのかね。手法としてメジャーだった時期があるんですよね。で、まあ、それがずっとしばらく見ねえなとは思ってたけど、こんなところで見るとはっていう感じですね。<laughs> じゃガンプラとかって結構そういう魔改造あるよなと思ってたんだけど、うんうん、ガン ガンプラはね、ミキシングっていう、そのガン、まあまガンプラに限らずなんですけど、うんうん、プラモの中にはミキシングっていうジャンルがあって、別のものと組み合わせて全く別のものを作り出すみたいな、やつがあるんですよ。で、それは正直、なんかこう、もうガンプラだろうと美少女プラモだろうと、素材としてしか見てなくって、その元のものを。で、素材買ってきて組み合わせて新しいものにして、まあ、ヤフオク出す人は出すし、って考えると、そんなに、 これで捕まんのかっていう感じはちょっとしますよね。これはだから、ひょっとしてそのアスカを使ったのが、その半券元のカラーとかからすると、ちょっとこれなしなのかとか、うん、まあ、一時期ね、そのエヴァンゲリオンも、その二次創作はここまで OK ですよみたいななんかこうガイドラインを出してたと思うんだけれど、うん、そうですね。そこがだからちょっとアウトだったのかな。 っていうのは、ね。今回はこれ、あれですもんね。えっ、ー、と、著作権違反なんですよね。そうそうそう。著作権違反になってんだよね。うん,うん。コメント書いてる人いるけれど、まあちょっとアダルトがあったんじゃないかっていう。はい,はいはいはい。新聞にはね、当然そのアダルトのフィギュア <laughs> 載せられないだろうから映ってないと思うんだけど。<laughs> な,るどなるほど、なるほど。カラー側からすると、えー、っと、ガイドラインがあって、まあ通常のもののファンアートは全然。 楽しんでいただいて OK と。ーと、うん。ただし、ポルの表現を目的としたものは控えてくださいって書いてあるらしいんで。いやー、じゃあそこかもしんないね。そこに引っかかったんじゃないかなっていう感じですね。 ってことは、じゃあ別にガンプラとか普通にポルノでなければ大丈夫か。まあでも、結局そこもあれなんだね。半剣元の一存でというか <laughs>、まあなんていうか <laughs> う、まあその半元の機嫌損ねると一発アウトっていうのが今回の、<laughs> そういうことだよな <laughs>。ね出たんだと思いますね。しかも今その、なんつうのかな。大元の、その、まあ今回はエヴァンゲリオンでしたけど、カンコレにせよ、フィギュアとかの、 オフィシャルが出してるのが結構エロかったりするっていうのがあるじゃないですか。あ、はい、はい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 。で、そういうやつをじゃあどこまで手出していいんだみたいなものも出てくると思うんですよ。そういう改造とかメインでやってるような人は。はい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 、はいうん。だってプラモにしてもあのほら、ガンプラの、えー、っと、ちょっと名前忘れちゃったけど、なんか女の子のキャラプラスガンプラみたいなやつあるじゃないですか。ああ,ああ。ああいうやつはどこまでが OK なのかとか、まあもろもろね、あるとは思うんですけどね。 まあ正直ちょっと逮捕者が出るのは本当に、あ、えー、そんなことあるんだっていう感じですね。あの、ほら、たくみくんとかはさ、あれとか行くわけじゃん。えっ、ー、と、なんだっけ。コミケ、コミケ。うんうん。コミケとかではフィギュアとか売ったりってのあんのあ、基本的にコミケはね、立体物がダメなんですよ。コミケというか、二次創作の立体物って結構厳しくて。 漫画はいいんだけど、フィギュアとか、あのー、公式がその後からグッズ化するようなものの販売っていうのはできないんですよね。なんで、あのー、フィギュアとか作ってる業界の人たちというか、その、えっ、ー、と、コミケとか、あとはワンフェスとかか。うの人たちは著作権めちゃくちゃ気にしてやってますね。ってことは、じゃあこの魔改造フィギュアってその売る場所がなかなかないんだ。あ、まあ、これだけで売るのは本当ヤフオクとかメルカリとかそういう、 オンラインでぐらいしかないんじゃないか。あとは秋葉原とかのあの、なんだっけ、ショーケースみたいなところに飾っといて、欲しい人が買っていくみたいな。<ー>なだと思いますよ。そうか。ああいうイベントで売るっていうことができないんだ。 うん、イベントでの販売は多分無理ですね。あとほら、最近ね、たくみくんあのデザフェスやってきましたけれど、はいはい、当然こういうやっぱり、元々のキャラクターがあるやつってのはダメってと、うん、二次創作は禁止なので、うん、デザフェスの場合は。うん。デザフェス二次創作禁止って、オリジナル作品に限りますっていうふうに書いたんですけど、うん。今回出たところのね、俺の2コードな隣ぐらいになんかバンドがいたんですけど、うん。 めちゃくちゃカバー曲ばっかりやってたんですよね。<laughs> それいいのかって。カバーはどういう扱いになるんだろうね。基本的にオリジナル作品を出してくれっていう扱いだったら、それは二次創作になっちゃうんじゃねえかなって思うんですけどね。そうだ。だって俺だって昔、デザフェス見に行った時、バンドライブやってたけどカバー曲やってたよ。あ、やってたんだ。やってたやってた。<laughs> じゃあ、ダラにいるんだな、カバー曲。<laughs> 演奏ね。演奏、な、その作詞、 作曲権とかなんかあの辺結構ややこしいからね。うん、カバー自体がそのなんていうか解釈としてすげえ斬新であれば、ちょっとオリジナリティも出せるっていうのもあるかもしれないし。<laughs> なんかじゃあ、例えば童謡とか、超昔のその著作権とかないようなやつとかどうなんだとかね。ね。あとはほらなんかメタルにしてみましたとかいろいろあるじゃんいですそう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 。そうなんだよ。そういうことがあるからね、はい、アレンジとか。普通にフォークギターで歌ってましたけどね。はははははは。 まあまあまあ、そうか。そういうのがあるわけか。うんうん、でまあ、この人なんかは、えっとね、アルバイトで54歳で、えー、2020年の6月から10月まで、こういうふうに売ってたってことで、うんうん、インターネットオークションで計2万1800円で2人に販売した疑いっていうことで、1個あたり1万ぐらいで売れてんだ。そのまあ、アルバイトと合わせて、 まあ、副業的にやってたんだろうけれど。うん、うん、そんなになんか割がいい、あれでもないのかな。割はね。ちょっとこれ写真を見た感じ、どこまで手入れてるかがちょっとわかんないんであれなんですけど。うん。これ全部塗装し直してるんであれば割はめちゃくちゃ悪いですし。そうだよな。そこですよね。たくみくん目線で言うと、ちょっとクオリティが低いと。 クオリティがね、なんか、なんともなんですよね。頭すげ替えただけじゃないこれっていう雑さがやっぱり見えるんですよね。なんかパッと見、顔と肌の色の質感が違かった。りうるからそうそう全く違うんで。<laughs> これはちょっと雑だなっていうのはある、ねうん。これは雑だなですね。<laughs> 後ろの方にある巻き並巻きマリト、ね。はい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 、赤いメガネね。そう,そうそうそう。あれとかはね、ちゃんとあの、肌色塗ってる感じがするんで、この辺塗装技術はあるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとね、物見てみないとわかんないですが、ちょっと と作りは雑じゃねえって思ってますね、個人的には。それで、そのヤフオクの魔改造っていうジャンルというか、そういうのが一斉に消えたってね、うん、なんか言ってましたけれどそうそう。うん。なんかね、前は結構その手のやつあったなと思ったんですけど、うん、ちょっと久しぶりに探してみたら全くなくなってたので、まあ今回の件でみんなそれなりにビビって <laughs> <laughs> いや、やめたんじゃなかろうかって感じがしますよね。 まあ、だから、見せしめ逮捕だろうね。まそんな気がしますよね。うん、ちょっとまあ、運が悪いと言うと、ちょっとまあ、あれなんだけれど、う,ん,、うん、うん。反論できないわな、作ってる側としては。まあ、そうですね。そう。だ昔、魔改造への招待っていう、こういう魔改造のやり方の指南書みたいなの売ってましたからね。ああなるほどね。え、それでじゃあ、ちょっとこう、なお小遣い稼ぎしようみたいな感じ まあ、元は、その、売るじゃなくて、自分の、その、興味を満たすためというか、自分でこういうのが欲しいっていう人が作るために、おそらくやったんでしょうけど、これでもやっぱり、売ってたからダメなんだよね。そう、売らなきゃ別に問題ないんだよね。いいんだよね。個人で楽しむ分には、何をどう改造しようがいいっていうことだもんね。うんうん、だと思います。これで逮捕される っていうことを想定してなかったからちょっとびっくりっていうのと、うんうん、まあ厳密に言うとやっぱりグレーでダメなんだなっていうね。<laughs> そうですね。<laughs> ただ単にこう見逃してもらってるっていうことなんだね。うんそうぐらいだと思います。だからまぁ、あ、約束とかに出すのも <laughs>、ね、どこまでが OK なのかが本当わかんないんで。 これ、ちょっとまた別の件だけどさ、うん、一時期その、ファスト映画っていう、その映画をさ、はいはい、ちょっと短くつまんでやったやつが最近まあ逮捕されて、うんうん、賠償金とかで5億ぐらい請求にされて結構な額いったんですよね。<laughs> <て>いう <laughs>、あるけれど、あれなんかもさ、 あ、これ別にみんなやってるから平気なんだって軽い気持ちでやってたやついるんだと思うんだよね。う,んうん、もうそれはありますね。絶対にあると思います。こう、一人逮捕された時に、えー、これ逮捕されるんだって感じでみんなバタバタっとやめてったんだろうけれど、うん,うん。ああいう赤信号みんなで渡れば怖くない的なのって、やっぱちょっとあるよね、<laughs> ネットってね。まあ、ありますね。特にその、インターネット詳しくない中間ぐらいの人が、 そういうとこ手出しがちだと思うんで。うんうんうん。インターネット分からない人はそもそも手出さないし、うん。ある程度分かってる人は逆に、あ、これやったらダメだなってのが分かるんだけど、中間ぐらいのちょっと分かるよぐらいの人が、なんかやらかしてるイメージですね。やってる人がいるから俺も平気なんだっていうのでやっちゃうと、結構、うん、自分が捕まった時になんで俺がっていうね、その、うん、<laughs> 他にもいるだろうって言いたくなる気持ちも分からんでもないけれど、分からんでもないけどって感じです。 そこは確かになぁ、気をつけないとなぁ。特に著作権ってね、そういうのあるからね。ねだから著作物はちょっと気をつけといた方が、やっぱいいと思うんですよね。あ、そうか、だから最近だとあれか、ゆっくりしてっての、あのキャラクターのやつもね、はいはい、ちょっと進展があって取り下げたっていう話で、まあ、うん、えっと、ニコニコ側がそれをその守る意味で、 登録をするっていう話になったんだよね。そうですね。んなんだけど、取り下げはしたけど、本人が商標の保持はしたままにしてるみたいなんで。あ、そうなんだ。だちょっと、うん。荒<ー>れてるみたいですね。<ー>まあ、このね、エヴァンゲリオンのアスカっていうキャラクターに関してはもう100%向こうが、ね、<laughs> 権利を持ってるわけだから。そ <laughs> こ,これに関してはもうしょうがないって感じですね。しょうがないよね。うん。 ただ、まあ、そうなんだよな。その、オフィシャルで出されたものを、例えばリペイントして、ちょっとかっこよく塗り直しましたと。で、特にエロくしたわけでも何でもないですっていう場合はどうなるんだろうとか。なんかその辺がね、今回のでだいぶ曖昧になったというか。逮捕まではいかないんだろうけど、うん、その気になればアウトにできるっていうことかな。感じになるのかな。 まあね、今ちょっとヤフオクで完成品とかで探してみると、やっぱまあガンダム関係とかプラモは結構あるんですよね、出てんのが。で、こういうのってやっぱ自分じゃ作れないけどそれ欲しいっていう人は、まあこれで助かってるというか、まあこれ買う人は全然いると思うんですけど、うん、まあそれがね、こっちが違法ってなっちゃうともう、なんつうの、買った側も下手すりゃ逮捕されるっていうのがあるかもしれないじゃないですか。 ってなった時どうなんだろうなっていうのがちょっとわからないなというのが今回のあれですね。そうだなこれ副業としてこの人をやってたって思うとまあ生活のもう一部になってたんかもしんないからなそうですねそうかだ、だから趣味の部分を超えちゃってお金稼ぎ目的でやってたってなるとちょっとやっぱり悪質だなって思っちゃう部分も出てきちゃうのかな生まれちゃうのかなうーん。<laughs> そのまあ塗りが雑だとかそういう点も含めてムカッときたんかもよ、カラーは。<laughs> クオリティーもうちょっとうまくやれよと。いや、むしろアンナさんだったらそういう怒り方してもおかしくないじゃんああ、まあ、<laughs> もうちょっとちゃんとやんなさいよ。そうそう,そうそうそう。気が低いのよっていうね。著作権どうこうじゃなくて作るんだったらちゃんと作れよ。こんな粗悪品売られちゃ困るんだよ。<laughs> はい、もうじゃあ、やんっていうふうに <laughs>、したんかもしんないよ。いやまあまあ、かゼロではないとは思うんですけど、まあまあ、そこまではない <laughs> <laughs> とは思うけどどこななんだろううっていう感じですねこれ,これ逆にさ、この押収されたフィギュアの写真でめちゃくちゃクオリティとか高かったら、うんあ、この人、まあ今回逮捕されちゃったけど、この腕があるんだったらなんか仕事頼めそうだなとかあ。まあそういうのもあるでしょうね。あったんかもしんないよね。うん,うん。それは全然あり得るかと。これを見る限りでは別にその仕事としてっていうほどのクオリティでもないし、うん、ま雑にこう繋げた っていう,いう感じがちょっとしてますね。まあ、今回はその、エヴァンゲリオっていうやつの著作権が同行ううで引っかかったんじゃないかなっていう、うん、感じですね。それはもう間違いなくそうですよ。うん。うん、これがなんか他のキャラクターに波及するようなことはないと思うよ。うん,うん。特にガンダムはね、もう改造ありきでプラモなんて売られてるような感じだからね。うんうん、そうなんですよね。 そこはあまり気にしないでというか。うんうんうん,、うん、うん。まあそういうのね、作品で作ってる人もいるだろうし、俺もまあなんならね、作ってはいるので。そういうこら辺にね、なんか、こう、なんか言われちゃうと、作り手がいなくなっちゃうかもしれないのでね。っていうことでね、まあ今回ね、この、エヴァンギリオンのアスカの頭部と別のキャラクターを組み合わせた魔改造フィギュアの販売の男性がまあ逮捕されたというね、ニュースでございました。 よろしければチャンネル登録お願いします。